マーキュリーはセレブリティ・クルーズのクルーズ客船。2008年にセレブリティ・マーキュリーと改名し、2011年についクルーズのマインシフニーとなった。1997年、パー・ペンブルクのマイヤー・ベルフトにてセンチュリー級の3番船として建造された。2008年、セレブリティ・マーキュリーに改名し、船籍をバハマのナスーからマルタのバレッタへ変更した。 2010年、当時セレブリティクルーズの保有する船の中で最も、旧式となっていたセレブリティマーキュリーは、セレブリティクルーズの親会社ロイヤルカリビアン、インターナショナルとドイツのつい AG の合弁企業、ついクルーズに移籍することになった。2011年2月をもって、セレブリティクルーズでの運行が終了し、ロイド・ベルフトによって、ブレーマーハーフェンで3月14日から4月20日に、 かけて改装が行われた。マインシフニと解明された元船は2011年5月14日に再就航した。2006年には当時の船長が勤務中にアルコール検査により規定以上の血中アルコール濃度が検出され飲酒運転として逮捕されている。2010年2月には乗客船8 3 3人中411人。 乗員843人中32人が感染するという大規模なノロウイルスの感染が発生し、ついで3月には乗客1829人中406人、乗員857人中13人が感染した。同様の事態が2009年の2回と合わせて2010年3月までに5回発生していた。3月の事態に対しては、 アメリカ疾病予防管理センターの勧告により19日の帰港を18日に変更、当初21日に出航とスケジュールを調整し72時間線内を洗浄した。洗上が完了し復帰したのは23日のことであり、続く公開ではキャンセルにより乗客を1 6 7人に減じたものの、感染者は問題ない数値とされる6人にとどまった。ABCD アスクランダー、ミカ、M、S エス・マーキュリー。フェイクタ・オム・ファーティーング、2013年4月3日閲覧。ポジション・ウント・ウェブ・キャム・デア・マイン・シフニ。ツイ・クルーズ、2013年4月3日閲覧。セレブリティ・クルーズ・ス、マーキュリー・ツー・リーブ・ザ・フリー・トイン・フェブラリー。USA ・トゥデイ、2013年4月3日閲覧。ロイド、ミター・バイター・ホーラン・マイン・シフニ、AB。 ロイド・ベルフト。2013年4月3日閲覧。ウンバウツーム・ウォールフェルシフ・マインシフニーンデア。ロイド・ワーフとブレイマー・ホブン。2013年4月3日閲覧。マインシフニーンデア・ホフンシティゴ・トーフト。ハンバーガー・モーゲンポスト。2013年4月3日、閲覧。ディーシフ・スタウフ・デア・マインシフニー。ツイ・クルーズ。2013年4月3日閲覧。ジェニファー・サリバン。 ローヤーセズシップキャプテンアレステッドファイヤードオーバードリンキングワズオフデューティーザシアトルタイムズ2013年4月3日閲覧クルーズシップバックインユーエスアフター435ゲットシック CNN 2013年4月3日閲覧テイキングエイクルーズハウツーステイヘルシーオンザハイシーズアメリカンブロードキャスティングカンパニー 2013年4月3日閲覧。ABC アウトブレイクアップデイツ4インターナショナルクルーズシップスアメリカ疾病予防管理センター。2013年4月3日閲覧。AB ジムウォーカーセレブリティ S マーキュリークルーズシップレディーツーセール。2013年4月3日閲覧。ジーンスローンレポート US ヘルスオフィシャルズイシューノーセール アドバイザリーフォイルネス、プラグドセレブリティーシップ。USA Today、2013年4月3日閲覧。ジーン・スローン、イルネス、プラグドセレブリティークルーズシップラズームズサービスアフター、ディープクリーニング。USA Today、2013年4月3日閲覧。クリス・オーエン、セレブリティーマーキュリーバックインサービス。2013年4月3日閲覧。ダニエル・ブロック、セレブリティー、 マーキュリーシーズ・ヒュージ・ディップ・イン・シックネス・アフター・エクストラクリーニング・メジャーズチャールストン・リージョナル・ビジネス・ジャーナル2013年4月3日閲覧ありがとうございます